にちは、直樹です。今日はですね、ロサンゼルスのモーターショーに来てます。ロサンゼルスのですね、ロサンゼルスのコンベンションセンターで行われてます。目の前にですね、トヨタとホンダの広告がありますね。ここでホンダのテストドライブとかできるみたいですね。ここはステープルセンターなので、バスケットのロサンゼルスレイカーの本拠地になります。でチケットを買いに、向かいます。今チケットを購入しました。中に入ります。ちょっと見たことのない車のメーカーですね。これ何車ですかね。電気カーなんですかね。ちょっとわからないです。ポルシェのブースですね。入ってみます。ポルシェのボクサーに、後ろがケイマンですね。ボクサーの内部ですね。でケイマンの中ですね。これが新型のポルシェ911ですね。これがポルシェ911ですね。普通の市販車の方の911ですね。でポルシェはオーナーズラウンジっていうのがありますね。オーナーの方、ポルシェ開演ですね。ポルシェセンターって書いてあるね。15マイル。ポルシェのエンブレムですね。このポルシェはパラメーラっていうものみたいですね。すいません、私あの無知で。目の前がリンカーンで、左がホンダですね。これはリンカーンのですね、スポーツカータイプなんでしょうかね。車内内部はこんな感じですね。これはリンカーンのですね、ガルウィングタイプですよね。リンカーン、なんか冒険したなって感じですよね。前面がこうなってます。でガルウィングになってまして、内部こうですね。ここはフォードのブースですね。もうフォードもなんかあの一般大衆車的なデザインになってしまってますね。フォードのエリアになります。ムスタングですね。フォードのこの車の後ろなんですけども、仮面ライダー王者みたいなですね、マーク入ってます。これはムスタングシェルビーという車種です。これ GTR ですね。日産 GTR です。マフラーが4つついてますね、 GTR で。あの伝統的なあの丸ランプですね。で GTR、 これは Z ですね。あ、エンブレムありましたね。 Z ですね。で内部はこうなってます。これが三菱の新型みたいですけど、三菱のですねブース自体がですね、そんな大きくないんですよね。かなりちっちゃいですよね。こちらはラムですね。このラムですね、ピックアップトラックがなんか多い感じがします。クライスラーですね。
ブースもそんな大きくないですよね。ここはどっちですね。ここはジープのエリアですね。ホンダですね。まあホンダにも頑張ってほしいところですよね。シビックタイプ R ですね。新型シビックですね。このシビック SI プロトタイプですね。テスラですね。あの電気カーのテスラですね。これガルウィング、前に荷物が入れられるようになってますね。かなり人が集まってますね。ジャガー、カスタムカーもすごいですよね。リムジンかなんかなんですかね。中お酒も置いてありますよね。これ定かじゃないんですけどもですね、 3D プリンターで作った車、これ 3D プリンターでですね作った車のようですね。この車ですね、前ビバリーヒルズで撮りましたけども270万くらいですね。ここはフォルクスワーゲンのエリアですね。このフォルクスワーゲンなんかシビックみたいですよね。トヨタですね、トヨタのピックアップトラック。このピックアップトラックのエンジンかなりでっかいですよね。で、南米系の人たちですね、このピックアップトラックって大好きなんですよ。ピックアップトラックですね、かなり多いですよね。トヨタのブースなんですけども、トヨタのブースかなりでかいですね。これ新型の、ああ、2007年の新型のプリウスの内部です。で、こちらの現地だと250万くらいからですかね、スタートは。
これはトヨタの水素車になります。まだ値段は高いですね。水素車はまだ普及されてないので、ロサンゼルス近辺ですね、そこしか走れないんですが、さらに外出する際には調べてから行かないといけませんね。どこに水素があるかっていうところですね、水素スタンドがあるかっていうのを調べていかないといけないようです。この2007年型のプリウスニューっていうんですかね、内部こうなっててですね、もちろんプリウスなのでハイブリッドでですね、大きさもかなり大きいんですよね。ステーションワゴンみたいな感じですよね。もうステーションワゴンって言った方が早いんですかね。で、値段もですね260万円からなので、これはいいですよね。マツダのブースなんですけども、もうマツダは全部赤ですよね。まあ全部ではないですけども、ほとんど赤ですよね。スバルブースですね。スバルですね。かなりアメリカではですね頑張ってますね。これレガシーのアウトバックですね。もう今レガシーアウトバックって言わないのかな。アウトバックですね。新型です。ダブル RX ですね。ダブル RX のですね周りですね、これ全くレガシーと同じですよね。 BRZ ですね。BRZ ですけどもですね、やはりですねイニシャル D 好きそうなお兄ちゃんがやっぱり乗りますよね。内部はこうなってますね。2017年のですねインプレッサですね。これ私見ましたね、動画で満頭だったかのタイムトライアルでレコード出した時の WRX ですね。上の方ですねアイサイトもついておりまして、寸前で障害物があると止まる機能ですね。でかいですよね。GM は大型車を取り扱ってますね。キャデラックですね。
シボレーです。アルファロメオのブースです。BMW のブースですね。 BM はですねアメリカでは人気ですので人もですね大変混雑してますね。アキュラですね、ホンダですね。NSX です。出たばっかりです。日本で販売日米販売して一瞬で売ったってます。日産のインフィニティのブースですね。ベンツのブースです。ベンツのブースもかなりですね、人が入っております。レクサスのブースです。レクサスもですね、アメリカでは人気です。Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Lexus display here at the LA International Auto Show. My name is Mercy. I'm your product specialist here at Lexus. We have lots of exciting news going on here at Lexus. Of course, we have our LC500, our much-waited-for vehicle underneath that awning. It is not a concept. It is going into production and will be available to you spring of next year. But I don't want to talk about... レンジローバーのブースです。
ジャガーのブースです。マセラッティです。